今、上浜市にあったいくつかのグループが、大きく二つに分かれようとしている。それは、各グループの目的や、魔法少女としてのあり方がぶつかり合った、気持ちの意思をめぐる争いが、大きな局面を迎えたということ。だけど、魔法少女たちはみんな、心と体をすり減らしながらも、すぐに次の争いを始めることになると思う。だから、このないでいる時間に、あの時からの出来事を振り返ろうと思う。そう。完全に引き金が引かれたのは、一人の魔法少女の死だった。
そろそろ観念して気持ちの石をよこすっすよ。どうしてそんな平然と争いを続けられるの？人が一人亡くなったんだよ。当然のこと、何を悲劇ぶって言ってるんすか。これを当然だなんて言える人に石は渡せないよ。さすがに平和主義な玉木さんも奪い合いになればやる気っすね。もう水徳寺で静香ちゃんと会う約束なのに。嘘。いろはさん、危ない。八千代さん、鶴野ちゃん。一人の時ばっかり狙ってやり方が汚いよ。きっとアンダーウェイで疲れさせる、それが目的でしょう。別にこっちは勝てば OK なんす。これどちらが持つのにふさわしいか争えってことみたいだね。そうなることを見込んで懐に飛び込んだんす。これで心置きなく1対1で勝負ができるっすよ。入れた。魔法少女じゃないから隔離されずに入ったのかな。そうかもしれない。今日こそ光の刃で未人になるっす。救われたいのは同じはずなのに、少しずつ遠くなっていく。魔法少女の宿命から解放されたい、そして救われたい。根本の感情はすれ違っていないはずなのに、自分たちを形作る価値観や積み上げてきた歴史が大きな溝を作り上げている。きっと私と同じようにイロハさんも救いを求めながらも争ってしまうことに激しい矛盾を感じて胸が苦しいんだと思う。だけどこれはそういうもの、矛盾を抱えたポリシーのぶつかり合いなんだ。今八千代さんから連絡が来たが、イロハが狙われたらしい。お前も気をつけた方がいいし、今日のところは帰るぞ。クミ、まだメイドやらないと。泣いて仕事にならないから私が来たんだろう。本当は平気なんだよ。ほら、クミのラブパワーも全開だよ。まだまだ足りてない。もっとお前は泣かないとダメだ。まだ泣いてていいのかな。今はその時だろう。それが君のやりたいことなんだね、愛か姫な。とりまそういうこと。自動浄化システムを手に入れてもどう使うかが問題じゃん。ぶっちゃけできると思う？気持ちの石をすべて手に入れて自動浄化システムをコントロール下に置けば不可能ではないはずだよ。それさえ分かれば受け丸。計画にはメンツが欲しいし、ときめでも狙おっかな。姫様、用事は終わったかしら。どうでしたどうでした、久兵衛に聞いた感触は。いい感じ。私ちゃんたちが神になる歩みは止まらないよね。またプロミストブラッドに襲われたのか。うん、水徳寺に向かってる途中でヒカルちゃんが出てきて。マジか、俺たちも大変だったんだよな。はい、私たちの方は鈴鹿さんたちが出てきたので。ふたつぎのショートカットがある以上監獄の守りに入ると思ったけど、気持ちに選抜されたメンバーを削りに来てるわね。今から会うことだし、ときめとも相談した方がいいかもね。もしかして呼ばれたのって
その件についてでしょうか。千春ちゃんが気持ちの石を奪われた件もありますし。静香ちゃんも石を持ってるし、そうかもしれないね。ついでにネオマギウスの話も聞いてみようか。しぐれちゃんたちの時とは様子が変わってるみたいだから。え？協力を解消？それってどういうこと？言葉のままよ。ユニオンとの協力は解消するわ。理由がわからないよ。私たち別にいがみ合うような関係でもないと思うし、何か思い当たることがあるなら言って。なんだよ、言いづれえことなのか。別に嫌いになってないし、敵対したいわけでもないんだよ。じゃあどうして？理由だけでも聞きたいです。チャルの言う通り不満があるわけではありません。むしろユニオンの方は好きですし、目指す未来も理解しています。じゃあ何が理由なの？どうも要領を得ないわね。気づいちゃったのよ。魔法少女に対する姿勢がそもそも違うって。姿勢？魔法少女になったことについて私たちは否定的じゃないのよ。むしろ人の命を守る日の元の刃であることは誇りで、昔から尊敬していたカンナギになれたことを喜んでいるのだけど、多くの魔法少女はキューベイ様との契約に否定的。その大きな違いにね、私は気づいてしまったのよ。でも勘違いしないでください。私たちは戦いたいわけじゃなくて、志を尊重したいだけなんです。だから時明一族以外が勝つならユニオンがいいって思ってるし、一番最後に残るのがどちらかならって思ってるよ。もう意志は固いの。千春殿が重傷を負った状態でユニオンを選べばことであります。さすがに分家とはいえ、本家は信頼を失うでありますよ。監獄へ助けに行けなかった時に痛感したわ。今の私にはときめの仲間を導く責任しか取れないって。そっか。でもほら、お互いに認め合ってることは変わらない。それならお互いが最後に残るのを誓い合おうよ。決勝で会うのは俺たちだみたいな。だけどダメ？いえ、それぐらい前向きに受け取ってくれると嬉しいです。私たちのターゲットはネオマギウスで、ユニオンのターゲットがプロミストブラッドなら大丈夫。俺たちで決勝戦だな。ええ、だからお互いに今は目の前の敵を倒して、最後に刃を交えましょう。眠れない？八千代さん、さすがにいろいろありすぎて不安になるわよね。はい。みどりさんのこととか、今日のしずかちゃんの話とか、それにレナちゃんのことも。桃子から聞いたわ。友達になった子がプロミストブラッドだったって。そうなんです。ままならないし、やりきれないわね。マギウスを止めた時と比べると本当に入り乱れてますよね。そのせいかな。自分が何をゴールにすればいいか全然見えてこないです。全員が救われるような終わりは監獄の一件で失われた。イロハはまだその現実を受け入れられない。そうかもしれません。みんなで理解し合うことは諦めきれてないのかも。ネガティブな時に思いつくのは概ね悪いことばかりだし、根を詰めたところで今のままじゃ思考の迷路に入るわ。そうですね、わかりました。それに今は目の前のことにも集中しないといけないわ。ですね。
もう一度監獄を攻める必要がありますし、プロミストブラッドの拠点も見つけないといけません。ええ。それに、私たちはミラーズやアリナの件も抱えてるんだから。課題は山積みですね。そう、困ったわ。山積みなのよ。おりゃあ！つるのちゃん、フェリシアちゃん、いつからいたの？なんで抱きつくの？いや、悩めるイロハちゃんをほぐしてあげようと思ったけど、師匠が真面目な話するからタイミングを逃しちゃって。ちょっと、私のせいなの？イロハさん、カモミールティーです。少しリラックスできるよ、お姉ちゃん。うい、サナちゃん、ありがとう。あのね、お姉ちゃん、私気づいたことがあるの。え？入院してた時って突然友達がいなくなったこともあったけど、それでも元気でいられたのはお姉ちゃんや病院の先生がね、そばにいてくれたからだって。だからね、私も傷ついたり死んじゃったりするのは怖いし、力になれるかわからないけど、ちゃんとそばにいるからね。うい。そう、せめて私たちの前では気を張らなくていいからね。あんまり暗い顔ばっかしてっとこうだからな。うりゃ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 、こちょこちょこちょちょっとやめて。もう泣きたいのか笑いたいのか分からなくなっちゃうよ。こんな日常を守りたい。クレハさんたちに奪われることを想像すると胸が苦しくなるけど、倒すのかって考えるとなんだかそれは違う気がする。これまで3期にわたって神浜市政に携わりながら育てていただいたのも、すべては皆様の一票一票のおかげでございます。これからも過去の持てる経験のすべてを生かして、新たな町である新生区から古くからの町である大東の隅々に至るまで、住んでよかったと思える町づくり、また格差のない町づくりに尽力してまいります。選挙の時期になるといつもうるさくなっちゃうよね。東の候補が検討してくれてるのは私も嬉しいけど、時代も進んでるんだから選挙自体も進歩してほしいね。声ばっかり大きいんだもん。グループ会話、僕にも来てる。やっほー、スイトカジの様子はどう？ユニオンの出入りってありそう？ううん、ずっと見てるけど近づく様子はないみたいです。うん、魔力を探知してみても特に何の反応もないし、ユニオンがトキメと手を切った話本当だったのかも。アイカさんの方は確信できる情報って何かありましたか？ぶっちゃけ微妙かな。ただ他の羽にも聞いてみたけど、やっぱ接触は減ってるっぽいから。じゃあやっぱり。うん、ユニオンとトキメはマジで手を切ってるっぽいよ。いたいた、リーメちゃん。おっつー、サーシャ、そっちの調査も終わった？終わりましたけど、結果はみんなと同じだと思います。ユニオンとトキメは一緒に行動してませんでした。裏付けが取れたようなもんだし、全然ポケマル。やっぱ隠したくっても行動に出ちゃうっぽいよね。ねえねえ、姫ちゃん。あ？こっちも有利に動いてるかもしれないけど、
もう少し周りを気にした方がいいかもしれませんよ。あ、またしちゃんが監視されてるっぽい？うん、大丈夫？まあ、鳥も大丈夫じゃない？カルピに聞いてみろ。こっちがときめを狙ってるように、向こうも私ちゃんを狙ってるんじゃないかって。ま、腕一本落として思いっきり喧嘩打ったしね。一人だと危険ですから、私がついててあげましょうか。あざお。ちなみにもう一個、カルピが気になること言っててさ。なんでしょう。私ちゃんも気になってたけど、サーシャさ。はい？なんで潮の香りがするの？南凪の方でいろいろ調べてたから、香りがついたのかも。そっか、向こうの方に行ってたんだ。うんうん、南凪とか北陽を調べる人は少なそうでしたから。別に今日に限った話じゃないんだよね。時々感じる潮の香りも変だし、教官とミユリンの勧誘に宝崎に行っていた時、地元に帰ったサーシャは成果を上げずに何をしてた？ね、サーシャ。ユニオンとときめの分離は確定でオケマルって感じでしょ？カレピも私ちゃんと同じ意見だし。勘の姫様と頭脳の彦様、両者の意見が合致してるなら間違いなさそうね。は、今ならときめを攻めてもユニオンに邪魔されないのでは？うん、今のユニオンにときめのヘルプは難しいかも。みどりさんが殺されたもんね。それでユニオンが監獄攻めの準備をしているなら、気持ちに人員を選抜された手前、戦える人たちも限られてますよ。ほら、姫様姫様、ミュウの言う通り攻め時ですよ。そうね、私も攻め時だと思うわ。キャハ、ここまで意見が一致してるならやらないわけにいかないよね。なんということでしょう、なんということでしょう。あの時は千春さんの腕を落として悪いことをしましたが、こんなすぐに再び攻める時が来るなんて。もう、こんな緊張はサン様のおみ足を眺めるほどな。ミユ、すみません。それに打ち合わせで意識を飛ばされちゃ困るし、提案したのはミユでしょ。ほら、深呼吸して。はい。っていうか、私ちゃん的にはときめを攻めるつもりはあっても倒すつもりはないんだよね。え？倒すつもりはないけど攻める？姫様、どういうつもりなの？ほら、前にときめのリーダーにこっちに来ないか聞いたっしょ。あれぶっちゃけさ、まだ諦めてないんだよね。驚いたわ。僕たちと全然違うし、きっとダメだよ姫。うん、似てるところなんてどこにも。うんうん、あれは似てる。私ちゃんは静香ちゃんが欲しい。だから明日シグリンとハグリンで説得しに行ってこない？うわー、無茶からの無茶ぶりですよ。そうだよ、ゆかりさんがときめの子大怪我させちゃってるし、僕たちが二人で行ったら、今度はこっちが腕をもがれる。あの、ごめんね、みやび。みゆ、記憶にないんだけど。知ってるけど。ま、直接拠点に行けばオケマルだって。向こうもお寺で暴れるほど悪い子じゃないはずだし。なんか、いつまで経っても僕、役回りが変わらない。私も。その悲壮感がいいのよ、きっと。どういうことですか？本当にときめを説得できるんでしょうか？ミユには、どうも
どうもうまくいく気がしないんですけど。その通りじゃない？え？サージさんは？私も今回は無茶ぶりだと思います。それじゃあみやびもあずみも本当に本当にかわいそうですよ。でも姫ちゃんなりに考えがあるんだと思いますよ。そうね、姫様もさすがに無駄なことはさせないと思うわ。きっと何か算段があるのよ。ときめを倒すだけなら勝てる気もしたんですが、仲間に入れるとなると別です。急につまずいた気分ですよ。本当に祭りを復活させられるか不安になってきました。祭り？ミユとサン様は宝崎にある光塚の火祭りを復活させるんです。あら、教官も？ええ、私に人とのつながりをくれた大切な祭りだからね。ネオマギウスの思想を通じて復活させるつもりよ。それがネオマギウスに入った理由なんですね。ですです。魔法少女至上主義でサン様を火祭りの神にするんです。そうすれば荒人神たる私たちの祭りとして復活させられる。祭りをなくすという世間の潮流、それを食い止めるにはね、神にでもなるしかないのよ。壮大ですね。サーシャはここでどうなりたいと思ってるの？私ですか？何かあるでしょ、ネオマギウスにいるのに。少し恥ずかしいですけど、姫ちゃんと同じなんです。それって自由な恋愛？私は諦めちゃったからもう手遅れなんですけどね。失礼かもしれないけど、なんだかイメージに合うわ。え、そうですか？時々聞こえるあなたの歌声って綺麗だけど切ないのよ。そっか、そういうところに出るのかもしれませんね。私です。ネオマギウスはときめを取り込むのが目的のようです。すぐに大きな動きにはならないと思いますが、姫ちゃんのことですから何か一波乱ありそうです。ありがとうございます。私の方で伝えておきますね。今のは依頼をかけていた鳥でありますか？はい。いや、便利でありますな。鳥の言葉を聞けるというのは。自然の力を借りるにしても、これが限界ですけどね。私の固有魔法って、そこまで強くないから。いや、こうして役立ててる時点で素晴らしいであります。自然の中で我は奪う一方でありますからな。でも、朝日さんの狩りも生態系を守る上では必要ですよ。そう言ってもらえるだけで心が休まるであります。あ、チカちゃん、鳥さん帰ってきた？はい、ちゃんと情報もくれましたよ。ああ、やった！本当にお利口な鳥さんですね。ええ、正直こんなに早くわかると思わなかったわ。今日は偶然です。伝えるのも理解してもらうのも時間がかかるので、実は成功率は高くないんです。それでどこだったの？愛か姫なの学校は？栄区にある神浜未来アカデミー。初めて聞く学校なので後で調べてみましょう。その調べる時になって実は間違ってる可能性ってある？あります。思ったよりも賭けでありますな。これで居場所がつかめればみんなで責められるよ。いじめみたいになって轟高一に怒られそうだけど、腕の恨みはしっかり返さないと。それに愛か姫名を叩くことには意味があるわ。ですね。あのネオマギウスが固まれたのは愛かさんのおかげです。ええ、彼女以外に支柱がない以上一人を折ればおしまいよ。無駄に怪我人を増やさないやり方であります。
千春殿、轟光一もおそらく許してくれるであります。そうかな。ごめんください。まったく、たまげたよ。だよね。玄関を開けた瞬間に憎きネオマギウスがいるんだから。わかってたとは思うけど、大将はこんな感じでお怒りだ。その心を代弁するとしたら、一体何の用だかな。その通り。付け加えるなら、愛か姫奈なら切ってた。だから僕嫌だったんだよ。姫嫌いだ。あの、何もなかったことにして帰ってもいいですか。かわいそうになってきたですね。何か用向きできたなら話して帰りな。何も話さずに帰られちゃこっちだって気になる。そうね。要件だけ聞かせてもらうわ。実は愛華さんが手を結べないかって。そう、僕たちとときめの人似てるからって。この後に及んでまだ。ごめんなさい。伝えておいて、恨みがある以上手を差し出したりしない。ただ背中に手を伸ばすことはあるかもしれないけどって。はいはい、ポケマル。ときめのしずかちゃんがそう言ってたってことなら、キャハッ、カレピ的にもいい情報だって。襲われるだけでワンチャン相手を探れそうだし、私ちゃん自身が介入するいいタイミングになりそうじゃん。チャル、本当にいいのね。うん、私がこの手で倒したいから。しずかちゃんとスナオちゃんは拠点を探す方に集中して。戦えない分家たちと調べるにも動かす人が必要ですし。そうね。ただ気をつけてね、チャル。相手に知られず倒すには少ない数で行くしかないわ。大丈夫、チカちゃんやリョウコちゃんたちも一緒だから。来た。姫ちゃん気をつけてください。ときめの人たちがいます。思ったより数を絞ってるし、一撃で終わらそうとしてた。まさか私ちゃんの学校まで調べるなんてね。オタクが気持ちの意思を取らなきゃこうはならなかったんだけどね。争いは好みませんけど、危険な以上は放っておけません。だから退場してもらうよ。諸悪の根源は断つ。それが一番被害も少なく終わらせる方法だからね。キャッ、勝手に悪とこ決めつけんなし。何の抵抗もなく人を傷つけて笑ってられる人にそんなこと言われたくない。足を絡めとって。涼子さん、今のうちに地獄で食いてもらおうか。ま、断罪は獣王に任せるけどね。そちらもお願いします。任せてください。な、これ前のコンテナターミナルで。他に仲間がいたのか。心地よい音色を聞くと戦う気なんてなくなりますよね。ってわけでさ、鳥も争うのはやめない？何言ってるの？
そんなの無理に決まってるよ。ワンチャンもないわけ？だって私、あなたから悪意を感じなかった。悪意もなく傷つけられる人ほど危険な存在なんてないよ。動けない。ピエン、仲良くできると思うのにな。トキメ一族とネオマギウスは似てるって言うんでしょ。でも私たちとあなたは何も似てない。でも魔法少女のことを特別視してるじゃん。他の人とは違うって。日の本の刃だって。私たちは人を下になんて見てない。そっちと私たちは考えの根っこが全然違うよ。みんながみんなそうかな。え？魔法少女が人を守る存在なら、唯一魔女と戦える存在なら、願いを叶えて人類を進歩させてきたなら、それはもはや魔法少女っていう存在が人間より優れた生命っていう証明じゃん。今は絶望したら終わりってクソ雑魚コンディションだけどさ、それさえ克服したら私ちゃんたちはもはや怖いものがない最高の生物。芸能人とかスポーツ選手とか文化人とかチヤホヤされる奴らなんて目じゃないぐらい頭を下げられていい存在になってる。だってもう新人類なんだから。私ちゃんたちと一緒に自動浄化システムを手に入れて魔女化なんて克服してさ、世界のてっぺんを取って新しい社会のルールを作っちゃおう。やっぱり違う。私はみんなに頭なんて下げてほしくないよ。そっか、じゃあもう諦めるしかないかな。姫ちゃん、そろそろきついよね。ありがとうサーシャ。やめちまってよかったのかい？こちらは5人です。動けるようにしたこと、後悔するよ。本当に探られてたみたいね、姫様。みやびとあずみも忠告してたし、サーシャさんも気づいてたのに。姫様は不用心も不用心ですよ。ああ、ヘルプが早いよ。事前に連絡は入れておきましたから。サン様、サン様、この状況ですからもちろん。ええ、飛んじゃいなさい。姫様を直接狙ったんですよ。さてさて、千春、引いた方がいいんじゃないか。相手の頭だけを倒すのが目的で今の人数です。深追いをすれば怪我人を増やすだけだと思います。だよね。りょうこちゃんとちかちゃんの言う通りにする。まだ機会はあるはずだからね。いつかときめは私ちゃんたちの仲間になるよ。はっ、絶対にないよ。泥沼になる前に撤退する。相手も賢明な判断ね。ミユ、もう戻っても平気よ。お疲れ、ミユ。姫様は？私ちゃんは全然オケマル。それなら何よりです。でも姫ちゃん、なぜ襲わせたりしたんですか？みゆちゃんの言う通り不用心です。探られてるのは気づいてたのに。ワンちゃん、向こうの反応を探りたかったんだよね。何か分かったんですか？そっか、じゃあもう諦めるしかないかな。ときめ一族はやっぱり似てるっていうこと。気持ちの石取り戻せなかった。私たちも拠点を調べてみたけど
まるで収穫がなかったわ。姫名の学校まで調べたのに、もやもやするよ。感情に駆られて焦っちゃダメよ。恨みで突っ走り始めたら、プロミストブラッドと同じだから。それは、そうだけど。腕、まだ痛みますか？なんか、ついてるか不安になって、触っちゃう。それは、怖いのかもしれません。アイカさんを逃がしたから。そうかも。今まで怒りで紛らわしてたけど、私、あの人が怖いんだと思う。それに彼女は不気味だわ。何を考えているのかわからない。私たちが似てるって、本気で思ってるのかしら。でも、改めて組む話をチャルにしてきたんですよね。うん。ほんと、理解に苦しむわ。ですね。私たちは魔法少女以外を従えたいわけじゃありませんから、手を組むなんてありえません。ネオマギウスの拠点に集中して攻めた方がいいのかも。シグレちゃんたちがユニオンにいたおかげで、拠点が大遠くにあるのは分かってるし。それに、相手がこちらの拠点を把握してるのも危険だし、それも一つの手だと思うわ。姫ちゃんの言う通り、ときめ一族が一枚岩じゃないなら、説得を繰り返しているうちに切り崩せるかもしれませんね。それはそうだけど、どうして確信できたの？一人いたんだよね。私ちゃんの方に興味を持ちつつ、ときめ側の話に冷めてそうな子が。つまり、ときめ一族内で思想や方針を統一できていない。でも、日の本を守る刃だってまとまってる気がしますが、まさか人と魔法少女の関係、その根本的な思想がブレてる。そう、サーシャの言う通り、私ちゃんが考えを話してる時に気づいちゃったんだよね。こっちの話に興味を示してる子がいるって。だからそこを切り崩して引き入れるチャンスはあるわけ。ミエを思いつきました。天才です。どうしたの？そのブレてる部分をついてネオマギウスに引き入れるなら、ユニオンの魔法少女にも同じことができますよ。ああ、それはぶっちゃけちょっと微妙かも。なぜなぜ、どうしてですか？向こうはマギウスの翼の時に勧誘被害に遭ってるじゃん。だから妙な勧誘があった瞬間に秒で気づかれると思う。そうですか。いいじゃない。ときめ一族を崩せばこちらとしては有利になるわ。あとはどうやって引き入れるかですね。直接話したところで頑なな対応をされるでしょうし。ぶっちゃけそこだけは私ちゃんもカレピも悩んでるところ。ごめんなさい、遅れました。演劇部の人に捕まっちゃって。僕も学校違うのに、正門で待ってたら手伝わされて。別に連絡はくれてたし、私ちゃんとしてはオケマルだけど、そんなに大変だったの？今度の舞台で使う衣装やセットの運び出しがあって。あ、アイカさん？待って、秒で終わるから。やっぱりカレピも同じ意見だよね。どうしたの？ときめを切り崩すきっかけを思いついちゃった。作れないよ。それなら私が手伝うわ。え、教官が？そんな意外そうな反応しないでくれる？これでも祭りの時は
針仕事をやってたんだから、どこまで力になれるかわからないけど、どうかしら。ありがとうございます。助かります。必要そうな材料ってわかる？ある程度は。ただ、細かい部分は少し調べないと、クオリティが上がらないかも。それなら調べるのは、他の人にやってもらいましょう。姫様の言う通り、これで切り崩せるなら、願ったり叶ったりだからね。それじゃあ、姫ちゃん、私もそろそろ帰りますね。今日はあざお、サーシャ。ときめがいるのを教えてくれて、マジで助かった。私は姫ちゃんの夢を応援してるだけだから。またね。うん、また明日。サーシャはどこに行くつもりなのかな？また、潮風の香りを蓄えに、海へ行くつもり？わかってるよ、ヒコ君。私です。姫ちゃんは相変わらず、ときめ一族を取り込もうとしていて、これから動き出そうとしてます。一波乱あるにしても、もう少し後だと思ってたけど。行き着く先は変わらず、魔法少女の下に人を置くことです。そのために今は、魔法少女至上主義を掲げて、魔法少女の存在を知らしめようとしています。ときめのことは、その道すがらの出来事でしかありません。残念だけど、時計を進める歯車があちこちで動いてる。無意識でしか抗えないとしても、玉木いろはだけ。何の話？どうしてここに？ちょっと海の風に当たりたくなって。なんてらしくないよね。ううん。別にそんなことないと思うけど。サーシャは何をしてたの？私も海の風に当たりたくて。あと、夜だと人がいないからちょっと歌おうかなって。いいよ、嘘つかなくて。いいよ、嘘つかなくて。それで、何をしてたの？本当に風に当たって歌おうと、そう思ってて。前の宝崎に来なかった時も含めて、変なところはあったんだよね。あんまりこそこそされるとさ、信用できなくなるよ。サーシャに秘密があるなら、明かしてくれた方がすっきりする。別に他のグループの人でもスパイでも、私ちゃんは構わない。追い出したりも殺したりもしない。私ちゃんも秘密にする。どうして？敵くってことは何かあるんだ！キャワ！あ、ほんと警戒しなくていいって。サーシャは私ちゃんにとって苦しむ心を救ってくれた人。魔法少女至上主義なんて最アンドコーなものを与えてくれた。裏切れない前面なんだから。ねえ、ヒコ君、どうして誰も私ちゃんたちのこと認めてくれないんだろうね。私ちゃんの中に入る前は釣り合いだなんて言われて、私ちゃんの中で自由に過ごすのは意味がわからないんだって。私ちゃんの頭の方がおかしいとか、ほんと意味は。ごめんね、ヒコ君、私ちゃん何にもできなくて、きっと世界をひっくり返すようなすごいことをしないと、私ちゃんたちの恋愛は絶対に叶わない。どこかで自由を得ないと。よかったら、グリーフシードを使いますか？いくら神浜の中だって言っても、どうなるかわかりませんよ。それなら一緒にネオマギウスに入りませんか？ネオマギウス？うん。
私も叶わない恋を諦めちゃったタイプだからね。一緒に自由な恋ができる世界を作るために入ってみましょう。魔法少女至上主義って思想が目指すものの礎になりますよ。あの時まで私ちゃんは死んでやろうって思ってた。だからサーシャにひどいことなんてできないよ。私がネオマギウスに入るために利用したかもしれないのに、姫ちゃんの苦しみを利用して中に入り込もうとしたのに。当たり前じゃん。これからも私をネオマギウスに置いてくれますか？うん、それに誰にも言わない。これだけは信じてください。私たちは何もしません。ただそのグループの一員としてちゃんと働いて戦いの成り行きを見守るだけです。マジで言ってる？本当にただ見てるだけ？はい、それが今の私たちにできることですから。いや、もっとヤバヤバな話が飛び出るかと思ったけど。拍子抜けでしたか？当たり前じゃん。実はネオマギウスの計画を潰すためにいるとかで、魔法少女を管理する構想も、人に魔法少女の凄さを知らしめるための構想も、全部パーにされるかもってぶっちゃけ覚悟してたんだから。じゃあ一つだけ伝えさせてもらっていいですか？何？ヤバみの深いやつ？はい、このまま目的を果たせたとしても姫ちゃんは死ぬと思います。どうしてそう言えるの？それはよく当たる占いのようなものです。じゃあ当らないように私ちゃんは頑張るだけじゃん。ちなみに聞いていい？サーシャは結局何者なの？どこかのグループの人？私は午前0時のフォークロア、クルス・アレクサンドラです。そう、いろはちゃんはいくみさんの様子を桃子にも同伴してもらってね。一人にしてあげるのも必要じゃありませんか？本当ならそうしたいけど、あまりにも不安定らしいのよ。無茶をしそうか？だから今は誰かがついてた方が安心できるわ。そんな時に伝えるような話じゃないかもしれないけど、ネオマギウスのリーダーがトキメに襲われたみたいだ。やるわね、トキメ一族も。リーダーを狙ったのはいかにも彼女たちらしいけど、そのリーダー自身の力が相当強いのかもしれないわ。解散状態だったネオマギウスを立て直すほどですからね。こう言ってはなんだが、両者が争っている間に我々も決着をつけたいところだ。ただプロミスとブラッドが尻尾を出してくれません。そうね、拠点を隠すためにまた魔力を込めた石を使えば、それを逆手に取って拠点を特定したかったけど。話だとゲリラ的に現れては気持ちの石を奪いに来るとか。私も気持ちの石を持っている人は一人にならないようにしてると学校で双葉さんから伺ったでございますよ。ええ、間違いなくわざと疲弊させようとしてるわ。このままだと自利品だし、もう監獄を攻めちゃえばどう？なんだか相手はそれを待ってる気がするのよね。前回はミドル君の能力だからこそショートカットを発見できた。我々が地下に入ろうものなら迷った上に攻撃を受けるだろうな。ええ、攻め入るにしても決定打が欲しいわね。うむ。カメラさえ壊されてなければよかったんですが。失われたものを求めても仕方がないわ。今はまだ少し待てる状況だから、できることをやりましょう。ですね。私たちがやることは他にもありますからね。アズサの方では進展はないのか？ミラーズのことでしたら
報告しようと思ってました。あの芸術家の力など借りたくはないがな。ミラーズの地図を作れるのはアリナだけですから。ただ魔女を倒すためにもチームでの探索を依頼しています。アリナが素直に受け入れたの？自分の記憶を取り戻すためにも必要と判断したんだと思います。一人での攻略が難しいのはアリナも知ってますから。でも他の魔法少女は？気持ちの石を争奪しない子はミラーズを探索する予定よね。それについては私たちの方で話をつけてるでございますよね。え、ただアリナさんの撤退後にリョウちゃんが殺されたから複雑だよ。実際理由が分かっててもうちだって胸が詰まるし。そのアリナは身の危険は承知の上でしたけどね。なんかひょうひょうとしてるのもちょっと悔しくなっちゃうよ。アリナのいびつなメンタルは記憶が飛んでも変わらないのね。みたいです。イロハから。イロハ、どうしたの？今、イクミさんのところに行こうとしてたら連絡があって。ええ。ひなのさんとさくらこちゃんと一緒だったんですけど、急に逃げちゃったみたいなんです。逃げた先はわかるの？はい、おそらく神浜監獄に。いけない、危険すぎるわ。はい、なので私も桃子さんと一緒に行きます。くれぐれも気をつけて。はい。イロハちゃん、なんて？牧野さんが一人で神浜監獄に向かったそうよ。気持ちは察するけど、やりきれんな。ひなのに怒られるよ。もう怒ってる。勝手に先走ったらまずい。私が言えた立場じゃないが、寮の二の舞になると。だっていくら寮ちゃんのことで泣いても足りないの。本当だったら今日もどこかで写真を撮って記事を書いて、そんな一日を過ごすはずだったって思って。そう思うとそれを奪った相手が許せなくなってきて我慢できなくて。イクミさん、お願い止めないで。そういうわけにはいかないんだ。望まない。今イクミがしてるのは自分を慰めようとしてるだけだ。まったく、みどりさんのために命を投げ出そうなんてバカだね。いつものぶりっこしてる牧野ちゃんがちょうどいいよ。死んだのもみどりさんのわがままみたいなもんだよ。それで湿っぽくなるぐらいならいっそ笑ってくれた方がいい。私の中に刻まれた量はそう言ってる気がする。ほんと、りょうちゃんみたいだ。なんか、そんな声に聞こえた。そうだね。りょうちゃんは望んでないよね。そうだ。もっと何か、他に私らでできることがあるはずだ。あ、いろはちゃん。思い当たることでもあった？え、あ、いえ、ちょっといろいろと思い出してて、ウイが入院してた時に亡くなった患者さんのこととか、記憶ミュージアムで見たカナエさんやメルちゃんとか、あと、八千代さんが二人のマグカップを洗う姿を、それでなんとなく、亡くなった人の周りを整理したり、掃除をしてあげたりするのって、その人を悼むだけじゃなくて、自分自身の心を整理してるんじゃないかって。ごめんなさい。生意気なこと言ったかもしれません。いや、振り返ってたんだ。
確かにそうかもしれないって。私も身に覚えがある。確かに故人を偲ぶっていうのは、自分のためでもあるのかもな。ひなのさん。お？まだ、新聞部ってそのまま？ああ、まだ誰も片付けてない。うん。まだ亮がいた時と、何も変わってない。入ると、いそうな気がする。そっか。今度、学校に寄ってもいいかな。りょうちゃん、言ってたの。家より学校で写真を触ることが多いって。どっちみち、明け渡しも必要だ。整理してみるか。うん。じゃあ、りーちゃんが言ってた、大東に集まる反応って、いろはさんたちだったんですね。そうなの。なんだかいろいろと考えさせられちゃった。あの、いろはさんは、今もみんなを救いたいですか？どういうこと？初めて出会った頃と比べると、いろいろとありましたし、考えがバラバラな中には、危険な考えの人もいると思うので、何も変わってないのかなって。なんかごめんなさい。変なこと聞いちゃいました。そんなことないよ。今でも誰も傷つかずに幸せになる方法があればって思うよ。だけどね、少し迷子かな。いろいろな思いの糸が絡んで、わからなくなりますよね。そうなの。絡んだ糸を紐解いたら、同じものがあると思うんだけど、カゴメちゃんの方は変わらない？魔法少女のことを伝えたいって。はい。むしろ今の方が、その思いは強くなりました。ただ、最近は不安ですけど。不安？魔法少女の戦いに、どこまでついていけるかなって。でも、大丈夫なように噂がついてくれてるんじゃ。それは心強いんですけど、私自身は生身のままだから。あ、それならネムちゃんに相談してみるのはどうかな。噂のリーちゃんを作ってるし、何か提案してくれるかも。そうですね。今度、里見のゆたさんが来て話をする予定があるので、相談してみます。私が望むことか。やっぱりこのチンチクリンな体型を最高のナイスバディにって違う違う。いや、本音を言えばそれも望んでるんだが、それは私個人だけの話だからな。それより今は周りのみんなが心配なんだよ。エミリにリカにレンだろ。それにリョウも桜子もひっくるめて、どうも神浜の魔法少女の連中ってのはヒヤヒヤする奴が多すぎるんだ。でもどんな運命のいたずらか知らないが、そういう奴らが周りに集まったのを私は悪かったと思ってない。ずっと自分は科学の知識を生かして薬品の開発者とかになると思ってたんだが、もう少し人に寄り添いながらできることがあるんじゃないかって、自分の将来の見え方が変わってきたからな。というわけで保留中だが、私は私が知る人の幸せを望みながら、みんなの幸せを叶える手助けができる。そんな人間になれることを望んでるよ。